いやーそれでさ、もし冒険者が来た時のために、城の周りの警備があんのやけど、それをこう、四天王四人で回していってんのよ。まあ、この日は俺、まあ、この日は何、何ポタとか。まあ、その日は、その担当が警備すんのやけど、たまに、この日は俺じゃないんねやけど、変わってくれ、みたいな日があんのよ。別の四天王が、どうしても発さない用事があるからって言って。まあ、それはええんねやけどな。誰しもが急にそんな用事が入ることはあるから。だからそれは頼まれたら、その日が何もなかったら俺は変わってあげんのよ。でもな、普通さ、変わってあげたんやからさ、どっか別の日に、前ありがとうな、代わりにここ出るよ、みたいなんがあるんが普通じゃない それがないのよ。なんか俺だけ休み一個少ないみたいになってんのよ。これどう思ういや、それはおかしいと思います。そうやんな。なんか知らんけど、四天王の愚痴ずっと聞かされてる。助けてもらったんはええけど、ずっと愚痴聞かされてる。なんかこの視点のパートのおばちゃんみたいな悩み抱えてる。そんで極めつけが、今日俺、一年に一回だけある実家に帰る日なんやけど、これはもうずっと前から言うてやったのよ。それや何も関わらず、まずシフト見たら、この日が俺の担当になってんのよ。なんでやねんとは思ったけど、こんな弱る魔王やから、そこはまず文句は言わず、代わりを探したのよ。 それやったら、じゃあわしが変わるよってやつが一人おって、じゃあお願いしますってなったのよ。そしたら昨日、そんなんわし言うてないよって言い出して、絶対言うてんのに。そんで俺もう慌てて代わり探して、ギリギリなんとかなったんやけど、なんか、俺がちゃんとしろよみたいな空気になったんやけど、さすがにこれはお、おかしないいや、もうそ、れは、もうそ、れは絶対おかしいです。せやんな。いや、いやほんまなかったわ。コーヒーかなんか飲み行く実は、この後ちょっと予定があるんですよね。